もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に来ております。静岡県の一番館さんというすごくコスパのいいコンドミニアムに宿泊して、本日はですね、河津桜、おっとと車、河津桜を見に行く予定でございます。今ちょうど一番館さんから出て、この別荘地なんですかね、結構入り組んだ道を走っております。でお腹が空いたので、まずはラーメン花月ですね。伊東に来るとラーメン花月を食べたくなるので、ラーメンを食べてから、しばしドライブして、河津の方へ向かいたいと思います。天気いいからドライブ楽しみですよ。デイ、おー、すごい下りだよ、すごいわ、景色と別荘が素晴らしい。着きました、ラーメン花月。では行ってきまーす。ごちそうさまでした。うまかった、ケヤキ好きなんですよね。そしてですね、先ほどラーメン屋で河津桜の情報を見てたんですけど、もうすでにね、分かってたんですけど、桜祭り見頃じゃないんですよ。で今日ぐらいだったらまあ咲いてくれるだろうと思ってたんだけど、やっぱり見頃じゃないらしく、いろいろ情報を見ていたら、南の桜と菜の花祭りっていう、南伊豆町まで行かなきゃいけないんですけど、そっちだと河津桜見頃なので行こうかなって思ってます。目的地変えて。ただね、遠いの、やっぱり遠いの、下田すぎるから遠いんだけど、せっかく桜見るんだったら満開がいいから、そこまで行きます。こっからまた1時間以上のドライブですね。頑張ります、楽しみます。駐車場着きました。本当にラッキー、これたまたま止められました。いやー、それにしても風が強い。咲いてますよ、咲いてますよ。風がなければ完璧だったんだけどな、すごい綺麗だよ。ですけど結構人が多いですね。河津桜祭りの方はもっと多いのかな。これどうなんだろう、寒いよ。至る所で撮影会が行われておりますね。わかる、その気持ち。もういいスポットの取り合いですね。桜の取り合いが起きてますよ。これね、結構広いですね。端まで行けないぐらい広いわ。おすすめですね。少し場所を変えるとあまり咲いてないのかな、七分咲きぐらいなのかな、それか
風で散っちゃってるのかわからないですけど、どうなんだろう、もうこれ以上行かなくていいかな。車で少し走ったところにですね、今度は菜の花畑がありましたので来ました。すごいよこれは。また風も強いしね、見てくださいこれ。すーお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 おお、菜の花畑、きれい。一面の菜の花、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 一面の菜の花。たくさんの人が埋まってますね、菜の花の中に。ほら、入っていいんだ、ここ。楽しみすぎてしまいましたね。菜の花が意外にすごくて結構見入っちゃいましたね。今3時半ぐらいなんですけど、今日宿を、取っておりまして、チェックインを遅らせて18時ぐらいにしてあるんで、このまんま河津桜祭り、河津桜祭り、まあ、ちょっとわからないですけど、そちらも見に行ってみようと思います。間に合うかな、時間。こっから30分ぐらいですね。南の桜祭りと河津桜祭りを同じ日に見るなんて今後一緒ないと思うんだ。すごい思い出に残ると思う。目の前に見えますのが河津桜の原木ですね。もう人がたくさんおりますね。これが一番の見頃だそうです。今はすごいよ、すごい人、すっごい。これは撮影できんでしょう。今これが河津桜祭りの通りなんですけど、ご覧の通り三分咲きぐらいなのかな。なのでちょっとね、車止めるのをやめました。今から止めてもね1000円かかるみたいで、なんかバカらしいなと思ってこれだったら、いや、あのね、南の桜祭り行ってよかった本当に。いやー、前回というか数年前に来た時がほんとラッキーだったな。寒くなかったし、もうほんとすごかったもん桜。じゃあこの後は買い出しとかご飯を食べに行こうかな。うんうん、桜満足。あ、綺麗綺麗。近くのウェルシアで、お酒と少しつまみの買い出しですね。河津を出発します。ではこの辺で動画もだいぶ長くなりましたね。桜尽くしの一日でしたね本当に。この後は宿にチェックインしますので、そちらの動画をですね、また後日アップさせていただきます。説明欄 URL よりご覧いただけたら幸いでございます。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。しました。すごくいいホテルだこれは。おはようございます。うわ